はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、今回もコールオブデューティーモダンウォーフェアリマスタード続きやっていきましょう。今回はですね、録画の方式を少し変えまして、それに伴ってですね、解像度も1080でお届けしていきたいと思っております。で、マイクもですね、マイクアームですね、あとアームに吊るした状態で、録音させていただいております。では行きましょう。はい、ポール・ジャクソン。ジャクソンさんは終わって、ソープ・マクタビッシュ、マクタビッシュさんの、またミッションになりましたね。今回は場所はどこだ？ニコライを確保したって。ほうほう。おっと、ミサイル。プライス。あと、ニコライ。前々回ぐらいのミッションで助けたニコライさんですよね。なんかね、情報を教えてくれた人でしたよね、この人ね。おっと、また墜落してしまいましたね。ほんとね、コールオブデューティー。ね、よく墜落とかね、したりしますよね。おっと、Come on, we need to get moving before the search parties get here. よし。はい、ということで、被害報告、ポールセンとパイロット2名は死亡しました。ニコライさ、ニコライタフだね、君ね。はい、ということでですね、プライス隊たちについていきましょう。Keep a low profile. Let's stay out of trouble. で、コールオブデューティーね、あの画質の研究の動画をね、何本かね上げてるんですけど、モダンウォーフェア2の方をですね、結構あの最初のミッションをね、ひたすらね 4,5 回ぐらいやってまして、その影響でですね、まあ操作は久しぶりにやってはいるんですが、うん、あの忘れてはいないですね。さて、残り 400m か。今回は、これはなんだ、この辺は、開けてくれるのか。何、敵がいると。やっちゃっていいですか、やっちゃっていいですか、プライスさん。で、今回ですね、録画がね、しっかりできるかどうか、ちょっとまだね、怪しくてですね。ほう。うん、おいおい、プライス、もっと早く指示してくれよ。やられちゃったじゃないか。プライスの指示待ちだったんだよ、指示待ち人間だったんだよ。あー、やめて。お、君はガズ、ガズ、君も無事だったのか。さすが、さすが19秒であのミッションをこなしただけの男だけのことはあるよね、ガズね。あと腰ダメで撃ってましたね、私。道理当たらないわけだ。ほっ、あ、ニコライか。おっと、やぶ、危ないぞ。おっ、ほっ。今ですね、画面をですね、ブルーライトをですね、カットするモードにしておりまして、めちゃくちゃ暗くてですね、画像が敵が見えません。で、まあ、なるべくですね、こう CPU に負荷がかからないような、モードで選んで録画はしてるんですが、まあ、途中でですね、処理落ちとかしてたりしたら申し訳ございません。まだね、こう確立してないんですよね、新しい録画方法がね。あ、これだったらいけんじゃないかっていうのをね、一応ね、今試してる状況ではあります。あ、やばいぞ、見つかっちゃうぞ、見つかっちゃうぞ。あと、リアルですね、ヘリコプターね。リマスターのね、ワンなんですけどね、これね。これもまたリアルですね、非常にね。さあ、チェックポイント到達しました。背後。
応戦しろ。私ね、武器ハンドガンしか持ってないんですけど、うん、ないんですよ、ハンドガン以外の選択肢が武器あ、やばい、めっちゃ降りてきてる。地下室の扉を開けろ。お、ギャズ、おい、おい、まずいまずい、グレネードで対抗しよう。私もほっ、あの家の中に入れ、ゴーゴー、ここは、ここは、逃げろ逃げろ逃げろ。この家の中に入ってもさ、袋のネズミじゃない。あ、でもそうか、鍵閉められるのか。ストープギャズおっ、まずいぞ、狙われてる狙われてる。さあソープ、お前が先頭に立ってて私のことかマクタビッシュさん、さあソープ、うん、まずいぞ、ここは出口じゃないか私がいるところに味方がね、追従してきてしまっているので、危ない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 、とりあえずナイフを振っておこう。大丈夫かみんな。おっ、来たー、武器ゲット、これですよ。こうやって敵の武器をパクっていってさて、 It's too quiet. Where the hell did they go? そうですね、みんなどこ行ったんでしょう。 Trying to cut us off somewhere up ahead. Stay sharp. さあ注意しながら進んでいきましょうか。なんせ画面が暗いんでね。あ、インテル発見、よいしょ。このモニターがね、非常にこうコントラストがね、割り方強かったりするので、明暗がね、めちゃくちゃこうはっきりしてて、結構そこで見づらかったりするんですよね。おい、ニコライ大丈夫か。犬と遊んでる場合じゃないぞニコライ。そうですよ、私はね、この武器をね、強化したので、もう君たちに負ける私ではない。画面さえ画面さえしっかり綺麗に見えれば負けないちょっとね、ちょっと調節 してからちょっとね、プレイしたらよかったんですけど、そのままちょっとね、プレイしちゃってんでやばいっすね、ほんと暗い画面が。ん、君は、ほっ、おっと、めっちゃ狙われてる。あ、やばい、ニコライだ、ニコライ、うん、あ、ギャズまずいまずいぞ、めっちゃ狙われてるぞ。隠れて隠れて、どこだどこだ、あの辺か。ふんふん、ん、フラッシュバンか、どこにいる、あそこか、そっから狙われてたのか。フラッシュバンばっか投げやがって。こっちもこっちもグレネードお見舞いしてやるぜ。ほっ、よし、武器はこの辺に転がってないから、もう一個ね、ハンドガンの代わりにね。おっと、来たぞ、これをハンドガンの代わりにもらっていこう。さあ来たぞ、これ G36C M4A1 じゃないね、これ。こことか登れるんじゃないね、こっから登っていって狙いつけて敵を倒しましょうか。ほっ、さて狙いがつけられないな。ほいほい、あ、いいぞいいぞだいぶ制圧できるんじゃないこれで。ほっ、まあね、ちょっとみんなとはね、違う行動してますけど、まあ、戦場にね、プラスになったらいいんじゃないよし、これで片付いたんじゃない。いいぞ、ソープ。こっちの敵も一人倒していきましょうか。ニコライが戦ってるのは、キッカ。よーし。ほっ。ほっ。ほっ。
だいぶ安定してきましたね。さあ、チェックポイント到達いたしました。ヘリが戻ってくる。ここら辺にインテルとかないかな。ないですね。もう味方のね、味方の行動とは全然違うことをするね。ソープ。さあ、ね、私のね、今のね、不安はね、ちゃんと録画できてるかどうかなんですよ。見張りがいる。あれ、みんなどこ行った？すっごい綺麗に身を隠すね。はい、スポットライト避けろって。もう体調大変でしょうね、これね。体調の一言で、あれですからね、全てが変わってしまいますからね。生きるも死ぬも。さあ、めでたずに、いけるでしょうか。ソープ。あいつを排除したいね。あっと、見つかってしまいましたね。多分ソープですね、見つかったのね。ソープ。見つかっちゃダメってあれほど言われたじゃないか。あいつ誰だ？あいつも敵か。よいしょ。よいしょ。あ、ヘリに注意しろって。まずいな。ヘリはちょっとまずいね。さあ、よいしょ。で、動画のね、その、試し撮りしてるときにね、アサシンクリードとかもやってたんで、割となんかこう、アサシンできないかなとかちょっと考えちゃいますよね。これがね、いろんなゲームをやるとね、波及してきてしまいますよね。いろんな発想がね。そのゲームしかないね、要素ができなくなっちゃう。おっ！あれ、乗り越えられないぞ。なぜだ？なぜなんだ？ソープだけ違う道を行かざるを得ないのか。あ、こっちか。こっちが、こっちが正規流とか。さあ、みんな戦っているんですが、私も応戦したいですね。さあ、この辺り、こちら目から、通常の打ち方に変えて、うん、ほい、うまいこと、うまいこと、投げ返せたんじゃないでしょうか。ねえ。グレネードもね。さあ、ほっ、やっぱモダンウォーフェアのね、2をね、5、6回ね、録画の検証でやったからかわかんないですけど、割かとちょっと慣れてきた感ありますね。プレイ操作方法ね。おお、でもここはちょっとまだ、うん、まずい。ほっ、よーし、うん、ほっほっ、ちょっとここら辺で休みつつリロードして、どこ上から狙ってる？あいつか。ヘリコプターめっちゃ飛んでますよね。よいしょ。さあ、このヘリを避けつつ行きたい。おい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 、君何やってんだ。5丁、5丁だったっけ、 ST って。2等兵だったかな。よし、私が活路を開こう。マクタビッシュ。ソープが、ソープが活路を開きたい。ここから狙う。すごいな、ソープ。おっと、やばい、めちゃくちゃ撃たれております。この先ちょっと行ってみてどうでしょうね。ほっ、
ヘリコプターだけかな。今の敵はそんなことないね。よし、あ、この辺りの敵をちょっと排除して、よいしょ、プレゼントだけあげて、ギャズ、あ、ギャズがいるところに行った方がいいのかな。さあ行きましょう。味方の後を追って、うわー、血の塊が、血の海ですよ、血の海。お、いいぞいいぞ。うん、あ、ギャズ味方をだいぶ誤射してますからね、今回もね。だいぶやばいですよ、戦場に行ったら。出た、スティンガー。ソープ頑張りましょう。6メートル先にスティンガーミサイルがあると。どこだ。じゃあスティンガー、スティンガーゲットしました。ではスティンガーはヘリコプターを撃ち落とすための、戦車やヘリコプターを撃ち落とすための銃器でございます。では狙っていきましょう。はい、ロック。はい、Grab another stinger and fire again. Let's put him to the test. 逃げられたのかよ。え、でも弾切れだよねこれね、スティンガーね。ありましたありました、スティンガーあ、めっちゃ見える。全然違う世界が。さっきまでめっちゃ真っ暗でしたからねこれね。さて、ヘリコプターさん、ヘリコプターさん、いらしてください。おい、はい、たまやーですね。ありがとう。どういう仕組みなんでしょうねこれね。はい、プライスタイの後を追えと。武器をもう一個拾っていきたいんですけど、これをじゃあ MP5、 これを拾っていきましょうか。あ、タイの後追って、ここを脱出できるでしょうか。お、いいですね、味方かな。はい、あれを倒さないといけないのかな。おお、誰だ、どっから攻撃してくれてんのド派手だね、確かにね。おお、おお、めっちゃキラキラ光ってる。さあ回収地点まで行きましょう。いや今回ちょっとね、いろいろちょっとお試し要素が入ってて、なかなかちょっと難しい実況になってしまっておりますが、まああと 50m ね、行きましょう。はい、ということでですね、今回ちょっといろんなお試し要素が入ってしまって、実況がね若干もう難しい状況になってしまって大変申し訳ないんですが、まあ今回はですね20分ぐらいの動画ですのでね、まあ、これちょっともうちょっと短くして、お届けしていこうかと思います。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。まあ、どれぐらいの画質で撮れてるかわからないというのと、あとマイクの音質ですね、アームに吊るしてるので、まあ、その分だけちょっとですねまた距離感が変わってくるんですよマイクとのね、まあ、これでねどれぐらいのねまた音質になってるかっていうのも、確認しながらお届けしたいと思います。はい、では最後まで見ていただき誠にありがとうございます。他の動画もやっておりますのでよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録、グッド評価、コメント等もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。